禁断のルール、よみがえるメンタロー。3月初出場ながら観客を魅了し、見事ワールドトライアウトに合格。大の日本プロレスファン、特に FMW 信者のメンタロー、今回あの男の参戦を聞き、デスマッチルールでの対戦を熱望する。元 ECW ヘビー級王者田中雅人、そういう決戦やそういうデスマッチを見て本格的なファイティングを見たり、その過程をそのデスマッチを僕でやりたい、もう本当に僕は喜んでいけます。デスマッチを了承した田中、しかしそれに待ったをかけた男が庄司明。総合格闘技の最高峰プライドで世界にその名を轟かせた最後の日本男児。しかし3月のレザーフェイス戦で敗北、プロレスの厳しさを思い知らされた。最初は僕が田中選手とやるっていうふうに聞いたんですけど、横からメンタルとかいうわけわかんないのが出てきて、田中将人からいろんなものを吸収して、田中将人選手と対戦してのし上がっていきたいと思ってます。グローブからバットへ、プロレス1年生庄司、デスマッチへ。ここで今回のルール、スクランブルバンクハウスデスマッチを説明しよう。選手が所定の位置につき、カウントダウンのゴングと同時にリング中央にある有刺鉄線バットを奪い合う。場外カウント、反則カウントは一切なし。危険すぎるルール、生き残るのは果たして。第3試合、スクランブルバンクハウスデスマッチ、メンタロ対田中将人対庄司明。